はい、こんにちは、まさたかです。はい、ちょっとね、今日今ちょっと持ってきたんですけどね、ボンゴブロウニートラックですね。平成7年式です。まあまあまあすごいね。これがなぜこんなものを買って、まさか大丈夫なんかって、まあまあご視聴様ね、視聴者様はみんな思うんでしょうけど、これが大丈夫なんですね。こういうのがなぜいいのかっていうのは、まあ僕にはわからないんですけども、データ上ではこういったお車はですね、だいぶ売れるってことはよく分かっております。はい、ただまあまあ言うてもね、数万円の買い取り金額でね、数万円の、まあ、落札金額を予想しておりますんでね、まあ、そんな大したものじゃないんですよ、正直言うとね。はい、まあね、これはどうなるのか分かりませんけどね、こうね、なんて言うんでしょう、なんとも言えない、こうね、あっちのアフリカとかあっちの方に行ってロケットランチャー積まれるのか、なんかよくわからないんですけどね、まあそんなことはまずないと思うんですけど、はい、ただまあね、どういう風にね、車っていうのは最終的に僕らの手からそういうところに渡るかっていうのはね、日本のダープとかね、日本のトラックがやっぱ結構映ってますからね、まあ、そういうので絶対にないとは言い切れないですよね、正直言うたら。ただまあ僕はガス車ですけどね、まあ、ちょっとルーフの上なんかもね、こんな感じでね、はい、なっておりますよ。なんかさっき井岡さんのステッカーありましたね、井岡弘樹って、元世界チャンピオンのね、ボクシングの優勝。さあ、距離の方ですね、いくつだ、23万1754キロです。まあよう乗りましたね。はい、おいしい、こちらですね、高速です。12345で、これがバックですね。はい、エアコン、これエアコンで、あれちょっとこれエアコンでいいんだろうな、これな、クーラーとかじゃないやんね。ただクーラーとエアコンの違いがあまり僕には分かってないんで、はい、一応年代的にはね、エアコンの年代だと思いますんで、まあ見え張ってるだけですけど、はい、まあ、もちろんパワーウィンドウなんてものはないですね。パワーステも、パワーステはあるかな、パワーステあんのかな、なんかちょっとこういうのはね、なんとも言えないんだよな、パワースターあんのかな、ちょっとそれ松田に確認するの忘れちゃう。あ、これこれこれ、よく見るね、すごい世界チャンピオンもね、今ボクシングのなんかのなんかのあのね、あの 連盟かなんかのなんか会長かなんかでしたっけ、わかんないですけど忘れちゃいましたけどね、いう感じです。まあこれとね、あと向こうにあるあのイプサムですね、今日はもうこれで、今週はまあこれで最後かなということでね、昨日だから6台今週は出品かな。はい、まあほとんどボロい車ばっかりですね、今週は。はい、まあ、でもそんなね、ボロいっていう風にね、思われるかもしれませんけども、まあ、他の買い取り屋さんとかってね、あんま好きじゃないと思うんですけど、僕はね好きなんですよ。例えば100万円使って、まあ、1台当たり100万円使ってですよ、1台3万しか儲からなくて、じゃあ1台5万円使って3万円儲かったらどっちがいい理屈ですかって言ったら、それを確実にね、お金少なくやって台数多くやった方がね、あらりは儲かりますかね。その2人大変なんですよね。はい、大変なんですよ。表をね、間違って書いたりしたらクレームになっちゃいますしね。はい、こういった動画とかも撮ったりとかね、いろんなことをしなくちゃいけない。まあ、これはちょっと僕の趣味でやってる部分もあるんで、まあ、もちろんその会社としてね、お店としてこういった動画を配信させていただいていれば、こういうところは、ここはこういうのも買うんだなっていうので覚えていただけるんじゃないかなと思って、やってます。
本日はですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。新車市場 J ボーイ赤石店です。078-939-3070です。今日はあの奥にあるトラックにこの子はね、下根を入れて、でこのイプサム君は、上段にね、上の方の段に乗っけて、あれ荷台積みなんでね、行きたいと思ってます。ただちょっと風が出てきたんでね、ちょっと怖いなと思いながらね、フラフラするんだろうなと思いながら、はい、行ってきます。ご視聴の方ありがとうございます。また、次回土曜日にね、また今度ベゼルみたいなベゼルかな入ってきますんでね、はい、お楽しみください。失礼いたします。